はい、担当科目は3科目の地域のうどんでございます。爆速扇状地ということで、こちら扇状地という地形がどのように形成されて、そしてどのようにして土地利用されていくのか、このあたりを語っていきたいなというふうに思います。まず扇状地とはどういうところにできる地形かと言いましたら、山と平野の境目、この場所に形成されるのが扇状地でございます。どうやってできるかと言いましたら、山の上から雨がざんざん降ってますね。この雨水と言いますのは、山の斜面をこの後川となって下り降りてきます。するとこのここのですね、この部分はやっぱり山の斜面を凄まじいスピードで川が流れおりますから、その凄まじいパワーによって削られます。こうやって山の斜面が削られて発生したこの土砂というものが川によってさらに下流へ向けて運搬されていきます。ですが山の斜面を下るときはスピードは速いし力も強いですけども、ここから平野に差し掛かるとき、はですね、山の斜面を流れるときと比べまして、川の流れるスピードが遅くなります。川の流れるスピードが遅くなるイコール川の流れるパワーが弱くなるわけですから、このパワーが弱くなったことによりまして、土砂の中でも粒が大きい重たい土砂なんかは、まあ、先んじてこの山の斜面から平原差し掛かる部分に積もってきます。でその後に中くらいの土砂が、さらに細かい土砂がですね、順番に山から近い方から順番に堆積をし、その堆積をした形が上から見たらまるで扇を広げたような形だ、そう見えますから、扇状地という風な地形がここで形成されるんですよということになるわけなんです。ご覧いただきますと、この扇状地は扇長扇央扇端、扇長扇央扇端と分かれるわけなんですけども、扇長扇央扇端はですね、どのような土砂が積もっているか、さっき言いました、山を流れる時と比べまして川は流れるスピードがこの平野に差し掛かったら遅くなると。でその遅くなったら重たい土砂から順番に積もるんやと。ですから扇長部のところは大きい土砂が積もっていて、扇央のところは中くらいの土砂が積もっていて、扇端のところはちっちゃい細かい微粒子的な土砂が積もっている、そんな感じに今ここなっています。ではここを人間はどのようにして利用するのか、それを考えていきたいと思います。まずご覧いただきましょう。ここなんですけども、まあこう四角がいっぱい書いてあります。扇長部は集落が立ちます。扇長部は水田があります。なぜかと言いますと、これさ扇長部なんですけども、この上はまた相変わらずここ川流れますよね。ただ川の水が100流れたとして、その100が全てここまで全部流れ切れるかといったら絶対違います。なぜかというと、扇長のところでっかい土砂めっちゃ溜まってますやん。このでかくて粒が大きい土砂はですね、その間にかなりの隙間が空いています。だから100水が流れたとしたら、その100のうち70隙間を伝って染み込んできます。この染み込む動きのことをこれ伏流っていう風に言うんですけども、山の斜面を流れる時と違いましてですね、かなり隙間が空いていますから、ガンガンこの隙間に、だから100のうち70は伏流するんですけども、でも言うて70なんですよ。残りの30は常にコンスタントにこの扇長部で得られます。常に水が得られるんだったら、その水を使って生活に生かそうとか、そんな風に考えられるし、その水を引っ張ってきて田んぼを営もう、そんな風な発想が生まれるでしょう。よって水田やそれから集落、こういったものがですね、扇長部には成り立ちます。ここで大事なのは、扇長部が集落や水田に変わるではなくて、一般的な事実として人間は水が得やすい場所に住むし、人間は水が得やすい場所に水田を作るという、この一般的な事実です。これはあくまで扇状地という地形を通じて今喋ってるだけですからね。まあ扇状地自体がめちゃくちゃ問題に出るわけじゃないので、水が得やすいところは集落がある、逆に言うと集落がいっぱいあるところは、あ、水が得やすいんだろうなと考えなければならないということなんです。で次です、扇央部なんですけども、扇央部相変わらず粒が中くらいの土砂があります。中くらいの土砂もまあまあ隙間空いてますから、ここでまた水が染み込むんですよ。するとね、100のうち70が扇長で染み込んだ、残りは30や、この30すらも扇央で染み込みますから、もはや水全然流れてません。ですからですね、こんな感じで点線で破線で河川の流路が示されております。こちら河川がですね、流路が点線で示された場合、この点線で示されるこの部分のことを水無し川というふうに言います。なんか風柱の名前みたいですけども、水無し川となります。でこれ水無し川、いや水ないんやったら別にかかんでええやんと思うんですけども、常に水がないわけではないわけですよ。例えば大雨が降った時、大雨が降ったらもう川の流れる量は100ではなく200になります。200とかで雨が降りましたらですね、200のうち70が染み込んで、ここでまた30が染み込んでもまだ100流れませんか。だから大雨の時は流路がまあ出現するんですけども、普段は流れてませんよ。そういう状況の川をこのように水無し川というふうに呼んでいます。
と、まあ、常に水が得られるわけではありませんから、ちょっと生活するの厳しいだろうし、ちょっと田んぼを作ってお米を作るのは厳しいだろうと思います。だから、常に水がなくてもいけるやつ。例えば、畑。例えば、果樹園。例えば、茶畑。例えば、桑畑。例えば、針葉樹林。例えば、広葉樹林といった、こういった理由になります。大事なのは、繊維部が畑や果樹園に変わるではなくてですね、人間は水が得にくいところには畑や果樹園を作りたがる生き物なのだということです。そっちの方をむしろ重視して、今回の動画は見てほしいなというふうに思います。ですがですね、この後、先端に目を向けましたら、先端またなんか集落とか、また水田が復活してるんですよ。何があったんだろうかと言いますと、先端ってね、一番山から遠いところ、まあ、いわば一番標高が低いところなんですよ。一番標高が低いゆえにですね、起こることがあります。それは何かと言いましたら、扇長と扇央で70、30、合計100の水が伏流しました。伏流した水は今どうなってますか？まあ、地下に溜まってるんです。こうやって地下水としてここに溜まってる状態なんですよ。こうやって溜まっている水というものがいよいよ地面に湧き出してくるのが、これが先端部になるわけなんです。先端部のことをですね、こうやって扇長扇央で伏流した水が地面からにじみ出してくるというところから、ここをですね、地面から水が湧き出すというふうな字を書きまして、湧水帯というふうに言っております。湧水帯、水がコンスタントに得られますから、だから集落、だから水田、先端にペンタンみたいなことになるわけなんです。まあ、こんな感じでですね、扇長扇央先端、扇動地の土地利用を見ていきましたけども、まあ、この話の中で何回も言いましたが、大事なのは扇動地のどこをどう利用するのかではありません。まあ、二次試験ではそういうところも扇動地を使ってですね、地形図を使ってガンガン聞いたりするわけなんですけども、あんまり共通テストで扇動地の問題がガン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 べちらかすわけではないです。そうじゃなくて、まあ、どんな地形図のどんな地形でも応用できるような知識としましては、人は水が得やすい場所に住むんだと。水利がいい場所に住みます。そして人は水利がいい、水が得やすい場所には水田を作る。水利が悪い、水が得にくい場所には畑や果樹園を営む。そういったことで都市利用していくんだというふうに考えなければなりません。この事実を扇状地を通じて皆さんに学んでいただきたく、今回はこの動画を撮りました。いかがだったでしょうか。次回の動画はですね、この扇状地以外のところにも様々踏み込んだお話をしていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をよろしゅう。